皆さんこんこにちはタイ在住の竹ですタイでコンビニといえばセブンイレブンばかりですが皆さんはたまにコンビニ行きますか日本に帰った時の楽しみの一つはコンビニ巡り特にスイーツやお菓子を見るのが好きですねもちもち滑らかふわっふわしっとりなどそそられるキャッチーな新商品がたくさんありどれも見るからに美味しそうですさて 今日は生徒が集中する教え方ですがこのコンビニマーケティングに似たフォーマットをレッスンにも当てはめてみてはいかがでしょうかというご提案ですこれをご覧の皆さんは講師業の方だと思いますそれぞれ学校の方針や自分独自の教え方といろいろありますが今日お伝えするのは一つの型となりますまずはアテンション注目してもらうことから入ると思いますねえねえちょっと 見てくださいと先ほどのコンビニスイーツならば新商品が目立つ位置にありしずる感のある表現目につきやすい色のポップといろいろあって目に留まります次はインタレスト興味を引くのは例えば季節限定の果物が入ってあったり小分けされた有名店の一口サイズ手に取りたくなるパッケージのデザインも魅力的です読むほどに 興味をそそられます。3つ目はデザイア。手に取って価格を見たらリーズナブルカロリーも高くなく甘すぎずすっきりとしていて食後の今の気持ちにぴったりああこれは欲しい食べたいで思わず1つ2つとカゴに入れてしまいますこれがアクションですね。カゴに入入れて、購入して、て購し食べてがアクション。 実際に食べて満足のハイクオリティこれがどこでも食べられる日本のコンビニってすごい商品開発の人たちってすごいなあいやー買ってよかったこれがコン t ラチュ t ーションですね広告や CM も基本的な流れがありこの型をレッスンで使うと生徒の集中力は明らかに変わりますフォーマットとしてレッスンに落とし込んで使っていただき生徒の集中力を伸ばし 語学力向上、そして語学を学ぶ楽しさであったり通じる喜びであったり将来どう役立つのかという希望ある未来予想図を見せていただきたいと思います。授業でのアテンションは例えば「ねえねえこれ何だと思う見て見て」と直接言ってもいいですし集団授業であるならば机の上にあるペットボトルのメーカーについて尋ねていったり。 みんなが履いてるスニーカーのブランドはどこという導入もいいかなと思います。対面式の子どもであれならば、例えば小さなもの、鍵をチラチラっと見せて、手に入れて、右左右左、どっちの手に入ってると思うというクイズ、集中が鍵に移ったなというところで、鍵を隠して、どっちの手に入ってるか当てさせる。髪型が変わった生徒や持ち物が変わった生徒、服の色、それを一つの話題としても。 いいいいと思いますいきなり前回の復習からだ今日教えるのはこれねと言ってもそれはこちらの都合なので一旦置いておきますまずは簡単な雑談、まあ、それが伏線となってレッスンにつながるような話になれば最初の雑談も無駄な話ではなくなりますできる限りつながるような話があるといいかなと思います昔ある授業研修を受けたことがありましてそれは子ども向けの英会話の 授業だったんですけれどもあるアメリカ人が見せてくれたこの授業はすごくまだ印象に残っている IDAC のフォーマットを使った引き付ける集中力が途切れないそんな授業だったのを覚えていますもうニッコニッコでまず入ってきてまあそれも作り笑いではなくて本当に楽しそうなまずこの雰囲気作りからすごく上手でしたね緊張感や照れもなく入ってきた瞬間にあ慣れてる人だなどんなこと言うのかな もううそれでで全体が変わるような感じでしたねこういうノンバーバルのことこそなかなか真似できないかもしれませんスキルの面もこう無駄があるようで無駄がない全部つながっていて生徒が楽しくリラックスさせる応えたくなる参加型の授業でした集団の授業だったんですけれどもカバンからボールをチラッと取り出して 何だと思うだとか何色だと思うだとかっていう風に生徒にどんどんランダムに答えさせて一人の生徒にポンと投げて触ってみるそうするとみんな周りももうボールに集中してるんで変わり映えのないボールでも触りたい触りたいこれがアテンション色だとかテキスチャーだとかの単語を教えながら次の人に次触りたいこうと言ってこう渡していくとこれも Q&A がありながらで触りたいと言って触った生徒は 教師の質問にこう答えていく。そうするとどんどん対話の例文がたまっていきますね。今度は生徒から生徒へと友達に投げさせると。そうするとアテンションがありインタレストデザイヤーですね、えー。隣の友達に投げてみるアクションがあって。で答え。でみんなでコングラチュエーションスいろいろ学んだねと言ってまとめる。じゃあ今度は円になって座ってみようと言って隣同士渡していたものを対角線上に 声の強弱をつけたり、ボールを高く上げたり、教室全体をうまくこう使いながら、コング ratulations! はい、楽しかったって,ってみんなで拍手をしてっていうのが一つの塊ですね。IDAC のフォーマットを授業の中に一つ、二つと入れてみると。詳しくはセミナーの中でまたお伝えしたいと思います。日程やお申し込みについては概要欄をご覧ください。また、チーム向けコーチングの 教材モニターの方を募集します。こちらも概要欄に載せてありますので、ぜひ使っていただきたいと思います。それでは本日は以上となります。生徒の集中力がアップするレッスンがいっぱいできますように。ありがとうございました。